遺伝子型と表現型の関係をパネットの方形を用いて、遠藤の花びらの色の特徴について示す。文字 B と B は色の対立遺伝子を表し、画像は結果として生じる花を示している。パネットの方形は、二つのヘテロ接合親の交配を示しており、B は紫の優勢対立遺伝子を、B は白の劣勢対立遺伝子を表す。遺伝子型は、 ある生物の個体が持つ遺伝物質の構成である。しかし、遺伝子型はしばしば、目の色の遺伝子型のように、単一の遺伝子または遺伝子の集合を指すために使用される。この遺伝子は、髪の色や身長など、生物の観察可能な特性を決定する役割を担っている。遺伝子型によって決定される特性の例は、遠藤の花びらの色がある。 単一の形質に対するすべての遺伝的可能性の集まりは対立遺伝子と呼ばれる。花びらの色に関する二つの対立遺伝子は紫と白である。遺伝子型は表現系を決定する三つの要因の一つである。他の二つは環境要因とエピジェネティック要因である。外見や行動は環境や生育状態によって変化するため、 同じ遺伝子型を持つすべての個体が同じように見えたり同じように行動したりするわけではない。同様に外見が似ているすべての生物が必ずしも同じ遺伝子型を持っているわけではない。一般的には関心のある特定の遺伝子とその個体が持つ対立遺伝子の組み合わせに関する個体の遺伝子型を指すことが多い。遺伝子型はしばしば文字で示され、 例えば BB のように B はある対立遺伝子を表し B は別の対立遺伝子を表す。がんの場合のように遺伝ではなく後天的に生じる体細胞突然変異は個人の遺伝子型の一部ではない。そのため科学者や医師はある特定のがんの遺伝子型、つまりその病気の遺伝子型をその病気とは別のものとして語ることがある。遺伝子型という用語は 1903年に、デンマークの植物学者、ミルヘルム・ヨハンセンによる造語である。遺伝子が、どのような構成で存在するかについて、通常は原則、機能を欠損した、もしくは特に記すべき、遺伝子のみを表記する記法がある。例えば、大腸菌 XL1 ブルーカブの遺伝子型は、などと表記される。二倍体の動植物で、一つの遺伝子座における、 遺伝子型を表記するには、aa, aa, aa のように対立遺伝子を並べて書く。任意の遺伝子は通常、表現型として知られる生物に観察可能な変化をもたらす。この遺伝子型と表現型という用語は、少なくとも2つの理由で区別される。表現型とは異なる遺伝子型を説明する簡単な例として、エンドウの花の色がある。遺伝子型には、pp。 PP, PP の3種類がある。3つの遺伝子型はすべて異なるが、最初の2つの表現型は同じであり、3番目の表現型とは異なる。遺伝子型を説明するためのより専門的な例として、1延期多形がある。SNP は、異なる個体が持っている DNA の対応する配列が、1つの DNA 延期について異なる。場合に発生し、例えば、配列、 オグクタがエジシタに変化する場合などである。これには C と T の2つの対立遺伝子が含まれている。SNP には通常一般的に AA、AA、AA と総称される3つの遺伝子型がある。上記の例では3つの遺伝子型は CC、CT、TT となる。マイクロサテライトのような他の種類の遺伝子マーカーは2つ。 以上の対立遺伝子を持つ可能性があり、その結果多くの異なる遺伝子型を持つことになる。浸透度とは任意の環境条件下における表現形を示す特定の遺伝子型を持つ個体の割合のことである。純粋種の優性親と劣性親のメンデル分割。この画像では血統を介した優性対立遺伝子と劣性対立遺伝子の動きが見られる。 遺伝子型と表現型の区別は、例えば血友病のように、特定の遺伝性疾患、または異常の家族パターンを研究するときに、一般的に行われる。人とほとんどの動物は二媒体であり、したがって、任意の遺伝子には二つの対立遺伝子がある。これらの対立遺伝子は、個体に応じて、同じまたは異なるにすることができる。黒髪などの優生対立遺伝子では、子孫は、 第二対立遺伝子に関係なく等の形質を示すことが保証されている。劣性対立遺伝子を持つアルビノの場合、表現型は他の対立遺伝子に依存する。ヘテロ接合個体との交配の影響を受けた人は、子孫がアルビノの表現型になる可能性が50、50である。ヘテロ接合体が別のヘテロ接合体と交配した場合、 遺伝子を受け継ぐ確率は75%で、遺伝子が表現される確率は25%である。ホモ接合型優性個体は、正常な表現系を持ち、異常な子孫のリスクはない。ホモ接合型劣性個体は、異常な表現系を持っており、異常な遺伝子を子孫に受け継ぐことが保障されている。血友病、色覚異常、または性に関連した形質の場合、この遺伝子は、 X 染色体上で飲み運ばれる。したがって、二つの X 染色体を持つ個体だけが異常が表現されないキャリアになることができる。この人は正常な表現系を持っているが影響を受けていないパートナーとの間では、その異常な遺伝子を子孫に受け継ぐ確率は50、50である。彼女が血友病の男性と交配した場合、遺伝子を受け継ぐ確率は75%である。 二つの遺伝子の両方がヘテロ接合体である二つの両親の間の後輩である自ハイブリッドクロスを示すパネットの方形。この後輩では9つの固有の遺伝子型が得られるが4つの固有な表現型が得られる。ある種の表現型はメンデル遺伝学によって決定されるのと同じパターンに従わない。これは多くの場合最終的な表現型が 複数の遺伝子によって決定されるためである。これらの関連遺伝子の結果として得られる表現型は、本質的に個々の遺伝子の組み合わせであり、さらに大きな多様性を生み出す。複数の遺伝子が関連していると、その形質のために、可能な遺伝子型の数を劇的に増加する。メンデルの法則に見られる例では、各形質には一つの遺伝子があり、二つの可能な遺伝的対立遺伝子と、 それらの対立遺伝子の3つの可能な組み合わせがある。各遺伝子がまだ2つの対立遺伝子しか持っていない場合、2つを含む形質の遺伝子型には、9つの可能な遺伝子型がある。例えば、一方の遺伝子が優勢対立遺伝子の A と劣勢対立遺伝子の A を使用し、もう一方の遺伝子も同様に B と B を使用しているとする。この形質の考えられる、 遺伝子型はアブ、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 アブである。以下では、遺伝子が相互作用して一つの形質に寄与するいくつかの方法について説明する。エピスタシス、エピスタシスとは、一つの遺伝子の表現型が、一つまたは複数の他の遺伝子によって影響を受ける場合である。これは、多くの場合、ある遺伝子が、 他の遺伝子に何らかのマスキング効果を及ぼすことによるものである。例えば、A 遺伝子は髪の色をコードし、優勢の A 対立遺伝子は茶髪をコードし、劣勢の A 対立遺伝子は金髪をコードするが、別の B 遺伝子は発毛を制御し、劣勢 B 対立遺伝子はハゲを引き起こす。答えが BB、または BB 遺伝子型を持っている場合、 それらは紙を生成し、紙の色の表現形を観察できるが、個体が BB 遺伝子型を持っている場合、その人はハゲであり、A 遺伝子を完全にマスキングする。ポリジーン遺伝ポリジーン形質は、その表現型が、複数の遺伝子の総化的効果に依存している形質である。これらの遺伝子のそれぞれの器は通常は小さく、多くの変異が加わって、 最終的な表現型になることを意味する。よく研究されている例は、ハエの感覚合毛の数がある。このようなタイプの総加効果は、人間の目の色の変化の量の説明でもある。ジェノタイピングとは、生物学的圧生を用いて、個人の遺伝子型を解明するプロセスである。遺伝子型圧生としても知られており、技術的には、ポリメラーゼ連鎖反応、 DNA 断片分析、対立遺伝子特異的オリゴヌクレオチドプローブ、DNA シークエンシング、DNA マイクロアレイ、またはマイクロビーズへの拡散ハイブリダイゼーションなどがある。いくつかの一般的なジェノタイピング技術には、制限酵素断片長多形、末端制限酵素断片長多形、増幅断片長帳お及び多重ライゲーション依存性プローブ増幅が含まれる。 DNA 断片解析は、マイクロサテライト不安定性、トリソミー、または、異数性、ヘテロ接合性の消失などの疾患の原因となる遺伝的異常を決定するためにも使用できる。特に、MSI とローは、大腸癌、乳癌、子宮頸癌の癌細胞遺伝子型と関連している。最も一般的な染色体異数性は、21番、染色体のトリソミーであり、 ダウン症候群として現れる。現在の技術的限界では通常個人の遺伝子型を効率的に決定することができるのはごく一部に過ぎない。ありがとうございます。